YouTube をご覧の皆様、こんにちは。ワイパーの鈴木です。はい。ということで、いつもと違うアングルです。まあ、今回ですね、こちらのカメラ、そしてこちらのカメラということで、2カメ体制でお送りしているんですけども、今回ですね、LL さんや中村さんがここ最近、買ってよかったものをベストバイみたいな形で、アイテムご紹介していると思うんでですね、まあ、自分もちょっとやってみたらというところで、バトンをいただきました。まあ、ということで、この最近ですね、こちらアイテム買ったものとかあるので、まあ、そういったものを踏まえながらですね、コーデ提案していきたいと思います。まあ、鈴木のコーデ企画ってあんまりないと思うんですけど、まあ、こう LL さんとかみたいにこだわりのとか結構凝ったような格好とかあんまり自分しないんで、まあどうだろうな、結構シンプルな感じになっちゃうかもしれないんですけど、まあ、ある意味取り入れやすいというか真似しやすいコーディネートかもしれないので、まあ自分なりのですねこだわりをちょっと語っていきたいと思います。はい。ということで、まあ、現在ですね、こういった形で非常にシンプルな入れ立ちでございます。まあ、ちなみにですね、こちらワイパーインクで、近々ですねリリースを検討している、パック T シャツですね、白 T になります。シンプルですごいいいですよ。まあ、結構ヘビロテしてます。で、このようにですね、ナイロンのショーツにニューバランス。あ、ちなみにですね、このニューバランスも結構お問い合わせいただくんですけど、こちらですね、2002ですね、2002のモデルになっております。JD スポーツっていうですね、イギリスのスポーツチェーンの別注カラーになってます。日本で買えるのかな？もしかしたら、フリマサイトだったりとか、そういったところで買えるかもしれません。ということで、今回ですね、まあ、春に向けた格好ということで、まあ、実際ですね、アイテムとしては実物品はですね、こちらですね。はい、こちら。米軍のこのモールベスト。このようにですね、モールウェビングが全体に配置されていて、まあ、後ろはですね、本当にこういったスカッとした抜けたような形になっていて、まあ、本当にこの拡張性というか、このモールにですね、いろんなポーチだったりとかを取り付けて拡張するためのベストになっております。まあ、ここ最近やっぱベスト気になるんですよ。パタゴニアとかでもこのステルスベストとかっていうあのフィッシング系のベストがですね、非常に古着でも人気だと思うんですけど、まあ、そういうようなノリでですね、こんな感じでレイヤードとして、まあ、春夏のアイテムとしてアクセントに使えるんじゃないかなと思ってチョイスしました。しかも人気のコヨテカラーということで、でこちらにですね合わせるアイテムは、はい、こちらです。まあ、これはですね結構、前に買ったアイテムではあるんですけど、もう気に入ってですね秋口から結構頻繁に着ています。まあ、うちの動画でもこれ着て写ってるところ多いと思うので、ご存知の方も多いと思います。まあ、正直言うとですね、なんてことないラルフローレンの古着のシャツです。まあ、このブレイヤーっていうようなシリーズなんですけど、この血の系のシャツですね。でさらに90年代のビッグサイズということで XL ということで、まあ、通常のですね2000年代にかけると結構タイトめになってくるんですけど、この90年代はですねいい感じにボックスのシルエットでかつ XL サイズということで、結構大きめのサイズ感がですね今の気分にマッチしています。こういった感じでですね、結構ゆったりめに着られるシャツ最近好きでいろいろ買っているんで、まあ、これですねもしご好評いただいたら次回もですねシャツ、最近買ったお気に入りのシャツ紹介していきたいと思います。ミリタリーじゃなくてごめんなさい。まあ、ただこういったラルフローレンの古着はですねミリタリーとの相性抜群だと思います。まあ、古着市場でもですねそんなにまだまだ価格はお手頃だと思うので、まあ、狙い目なレギュラー古着だと思います。そしてこちらですね。はい。まあ、これはですねもうこの動画がお送りされている頃には販売スタートしていると思うんですが、ワイパーインクで自分の方で企画させていただいた IPFU のフィットネスパンツになっております。コーデュラーナイロンを使用した IPFU のパンツということで、まあ、実物もですね、年末ある程度まとまった数あったんですけども、ほとんどなくなってしまったということで、さらに実物にはないバックポケットだったりとか、まあ、この高密度で軽い素材感なんですけど、摩耗性に優れたコーデュラーナイロンを使ったということで、結構これに関してはですね、自分的にもすごいいいのができたなって思っている自信作のパンツになっております。まあ、もしかしたらこの動画がお送りされている頃にはですね欠品してしまってるかもしれないんですけど、これはですね結構継続的にリリースしていきたいなと思っていますので、買い逃された方はですね再販をお待ちください。はい、という感じで、まあ、シンプルなアイテムなんですけど、今履いているこのニューバランスを軸にですねコーディネートを組んでいきたいと思います。はい、ということで、まあ、XL さすがにこういった形で大きいですね。しかもこのショーツがですね結構短めなんですよ、膝上丈の。なんで、まあ、これだと一見ちょっと
生足に履いてるような感じになっちゃうんで、女の子とかこういうバランスできたら可愛いと思うんですけど、ちょっとこのアラフォーのおじさんがすると少し危険な匂いがしますね。はい、まあ、こんな感じで、まあ、シャツはですね結構太めのボトムスと相性いいと思います。で、まあ、ボタンダウンでこういったチノなんで、まあ、結構使える機会だったりとか季節的には多いと思います。寝るとかになっちゃうと結構やっぱ冬場に限定されがちなんですけど、こういうようなある程度しっかりした厚みのチノシャツっていうのはですね活用機会も多いと思います。そしてこちらにですねこのパンツを合わせていきたいと思います。はい、ということで、まあ、こういうようなナイロンのトラックパンツはですねもうここ数年非常に人気のアイテムだと思うんですが、まあこういったルーズなですねシルエット、さらにこのキャップもですね同じようなナイロンの素材のアイテムで統一しました。このようなですね裾が絞られたトラックパンツ、非常にこのニューバランスとの相性も抜群だと思います。まあ、非常にシンプルなんですけど、僕はこれぐらいの格好が好きですね。正直この肩肘張らないというか、あんまりこの凝ったおしゃれを、個人的にはあんまりあえてしてないんですけど、まあ、こういうような自然な感じのリラックスしたカジュアルな格好が好きでございます。はい、でただこれだとシンプルになりがちですので、このベストをですね羽織っていきたいと思います。はい、さあどうでしょうか。まあ、同系色でまとまってるんでいいんじゃないでしょうか。こんな感じ、この US のステンシルも効いてますね。まあ、これユーズドコンディションなんですけど結構状態綺麗だと思います。まあ、スタイルはこんな感じ。はい、うん、まあ、こういった形でブラウン系のトップスでまとめて、ボトムスとキャップでブラックで締めるという感じで、まあ、黒で挟む感じですかね。でまあ、このような足元はですね、でもこれ結構いろいろ幅利かせられると思います。まあ、結構ですねナイロンパンツなので、まあ、このようなですねメッシュのランニングシューズで合わせてみたんですけど、まあ、逆にこのブーツスタイルであったりとか、まあ、この米軍にまつわるようなシューズ合わせてもいいんじゃないかなと思います。さあ、でさらにですねこちらダイワピアのですねコアテックスインフィナムを使用したブーニーハットです。これですねちょっと先日東京出張に行った時にブラッドを見つけて買っちゃったんですけど、まあ、このようなコヨーテのカラーのアイテム結構持ってるので、まあ、そういった形のものと相性抜群かなと思います。でしかもこのアウトドアだったりとかちょっとした雨の日とか、このようなですねゴアテックスのハットということで、こう雨風をですねしのいでくれるんじゃないかなと思って購入しました。しかも激安でした。はい、なんであえてこのようなですね同色に合わせてこういったハットにしてみたいと思います。はい、どうでしょうか。一気にキャンプ感というかフィッシング感が出ちゃいましたね。まあ、こういうような感じ、まあ、ハットもですね嫌いじゃないんですけど、結構この自転車とか乗るから風でこうバタバタなっちゃうんで、こう普通に外に遊びに歩いて出かけるときとかぐらいしかかぶんないんですけど、うん、こんな感じでございます。はい、キャップとハットどっちが良かったかな。はい、ご意見お聞かせください。はい、ということでいかがだったでしょうか。こういった形ですコーディネート企画やってみました。はい、まあ、個人的にはですね結構やっぱ動きやすさとかこう快適さ重視な格好をすることが多いです。まあ、このようなですねナイロンのベスト、さらにゴアテックスのハットで、こう汗をかいても気にならないようなコットンのシャツで、さらに軽量で通気性に優れたこういったナイロンパンツに歩きやすいスニーカーということで、まあ、こういったものをですね私は個人的に好んできております。でさらにですねこちら、まあ、バッグ何合わせようかなと思った時にちょうどいいの今サンプルで作ったんで、こちらもですねちょっとチラ見せしたいと思います。はい、こちらです。はい、じゃん、なんでしょう、トートバッグではないんですけど、こちらですねオーストリア軍のアリスパックをですねリメイクした、このようなですね手提げと、さらにこういったショルダーの 2way のバッグになっております。でこのアリスパックなんですけど、結構ですね入荷したんですけど、あの実物にこう B 品が多かったので、なんとかしてこういい感じにリメイクできないかなというふうに考えていたんですけど、こうフラップを思い切って外して、このようなですねトートタイプにちょっと変えてみました。でこのショルダーもですね結構いろいろ考えたんですけど、ちょっとベストつけてるんで脱ぎますね。でこちらがですねこのように、ショルダーになってます。うん、はい、でこちらですねここのアジャスターで調整が効くので、こうメッセンジャーバッグのようにですねギュッと上げることで、はい、このようなですね
センジャーバッグになるんですよ。わかりますかね、こんな感じです。でさらにこのアジャスターはですね、左右外すことができるので、このストラップもですね、両方ともに切り替えることが可能になってます。でこうやってさっと緩めて前に出すみたいな感じで操作することが可能になってます。はい、ということでこれまだですねサンプルの段階なんですけど、こちらはですね製品化したらまた改めて告知をしたいと思います。こんな感じで実物のリメイクだったりの企画もですねいろいろ増やしていますので、ワイパーインク以外にもですねこちらもぜひお楽しみに。はい、ということでこちらですね米軍のモールベストを使ったこうフィッシング系のコーディネートでした。はい、これですねちなみに本当にこのモールのポーチとかをですねいろいろ取り付けることができるので、本当にですね、まあ、これにこういろんなアイテムポーチをつけたらですね収納力としても抜群ですので、まあ、実用的に考えてもですね使えるようなベストじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、まあ、定期的にですねこういった形で最近ですね買ってよかったものとかコーディネート提案とかしていきたいと思いますので、次回もお楽しみに。今回の動画がもしよかったなって思う方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。SNS も頑張ってるんでぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。